鮭の優しい日本語なぜ日本人は何回もお辞儀をするの電話中に目の前にいない相手にもお辞儀をしてしまうのはなぜ多くの外国人からよく聞かれます。日本ではお辞儀といっても その意味は一つではありません。主に次の三種類の意味を使い分けています。挨拶、こんにちは。感謝、ありがとう。謝罪、すみません。その他にも神社へお参りするときや何かを人にお願いするときにも、 お辞儀をします。さらに、日本のお辞儀は、大きく分けて、座った姿勢で行う、座礼と、立ったまま行う、律礼の2種類があります。そこから、頭を下げる深さにより、ゃく、敬礼、再敬礼の3パターンに分けられます。 お辞儀の角度で意味が違うのです。えしゃく、状態を15度、傾けます。簡単な挨拶の時に使用します。軽い挨拶ですが、歩きながらえしゃくするのは、よくありません。立ち止まって、ゆっくり、頭を下げると、丁寧な印象になります。 敬礼、状態を30度傾けます。お客様や目上の人に対して使用します。あらゆる場面で最も使うお辞儀です。再敬礼、状態を45度傾けます。深い感謝や謝罪をするときに使用します。 深々と頭を下げる、もっとも丁寧な、お辞儀です。お辞儀はいつから始まったのでしょうか。明日かから奈良時代にかけて、中国の礼法を取り入れたのが、お辞儀の始まりと言われています。頭を下げることで、相手へ、デッキがないことを、 表したとされています。また、同時に、相手への敬意を示すためだったと言われています。日本文化において、お辞儀の仕方は、信頼にもつながる大切な要素です。次のお辞儀は、マナー違反とされています。すれ違いざまのお辞儀廊下や、 階段などで人とすれ違うことは少なくありません。でも、すれ違いざまに歩きながらお辞儀をするのはマナー違反です。必ず一度立ち止まってから挨拶します。座ったままのお辞儀和室では座ったままお辞儀、座礼をします。 それ以外では、ザレを行いません。会社などで、誰かが挨拶してくれたとき、椅子に座った状態でお辞儀をすることは、よくありません。相手が立っている場合は、自分も立ち上がって、お辞儀をします。頭だけ下げるお辞儀。お辞儀は、 上半身の角度を変えて行います。そのため、頭だけ下げるお辞儀は好ましくありません。日本人にありがちな何度も頭だけ下げるお辞儀は、実は相手に軽い印象を与えるのであまり良くありません。お辞儀は回数ではなく、 一度でも良いので、丁寧さや、相手を敬う気持ちを表すようにします。日本人は、礼儀正しさを大切にします。お辞儀をすることで、相手に敬意を示しています。もし、お辞儀をして、自分が頭を上げた時に、相手がまだ、頭を下げていたら、 再び自分も頭を下げる。それが繰り返されるのを見て日本人はいつもペコペコしていると見えるのではないでしょうか。礼儀を重んじる国民性、それを感じられる文化が日本人のお辞儀なのです。いつもおにぎりの日本語を見ていただき、 ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。